渡辺明優6月5日から1990年6月22日は日本の指揮者、教育者。巣鴨のルーテル協会の日本人牧師、渡辺忠夫を父とし、フィンランド人の声楽家、渡辺椎里を母として東京府で生まれた。兄は共同通信社で重責を歴任した、ジャーナリストの渡辺忠宏。妻の信子は鳩山一郎の後女 長男の渡辺康夫、次男の渡辺菊夫とも芸術系の大学教授を務める音楽家。声楽家の母に幼少時から音楽の手ほどきを受けたほか、5歳でピアノを、10歳でバイオリンを始める。1940年東京音楽学校本科器学科卒業後、研究家に進み、バイオリンビオラ奏者として活動。1943年に、 東京放送還元楽団にバイオリニストとして所属。招集後もバイオリニストとして病院などを委問していた。戦後、指揮者に転校。1945年に東京都フィルハーモニー還元楽団専属指揮者。1949年より東京芸大助教授に就任し、後進の指導に当たる。また、1950年に、 米国ジュリアード音楽院指揮科に留学している。その文下からは、大町洋一郎、星名博三石誠一、遠藤正久、佐藤勲太郎、岩木博之、山本直澄矢崎彦太郎、小林健一郎、藤岡幸男等を輩出。1956年、日本フィルハーモニー交響楽団の創設に尽力、初代常任指揮者に就任。 修正日フィルと緊密な関係にあった。72年の日フィル紛争発生時には、東京都公共楽団の任期中であったため、陰ながら支援し、任期終了後に日フィルに正式復帰して支え続けた。この功績により日フィル創立指揮者の称号を贈られている。指揮者としての活動は、バッハのミサ局ロタン長やシュベリウスの作品を得意とし、世界で初めて、 シュベリウス全公共曲のステレオ録音とデジタル発録音をそれぞれ行い高い評価を得ている。シベリウス以外にも北欧の作曲家をしばしば取り上げ、ニールセンやグリーング等の演奏、録音を行っている。日本のオーケストラのレパートリーというと、ドイツ・オーストリアの作曲家が主流であった時期に、このように北欧出身の作曲家を積極的に取り上げたのは、 母がフィンランド人であることによる北欧への共感が大きかったと思われる。渡辺は1921年に母、シーリの里帰りについて兄、忠弘と共にフィンランドに渡り、その後、シーリが病気のため腎臓を切除する大手術を行うなどした関係で、一家で1924年までフィンランドに在住していた。レパートリーは非常に広大で、 特に、日フィル時代は、ベートーベン、ブラームス、チャイコフスキーといった、古典、ロマン派の人気曲から、近現代音楽まで、レコーディング、死後に26枚組の CD セット、渡辺明夫と、日本フィルにまとめられている。国内での活動が主であるが、1982年には、来日した、ヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団を指揮した。1984年、 日本シベリウス協会を創設、初代会長となり1990年まで在任。没後14位、君三等局実中受賞を授与された。ありがとうございます。